Hey guys! こんにちは、クリスです。今日はですね、どうやったら自分がもう大好きで得意なことを実際にキャリアにして仕事にしていって暮らしていくかっていうことについてお話しさせてください。まず好きなことを仕事にするっていうと、お前楽してんじゃねえかと思われる不安があると思うんですけれどもですね、ちょっとですね、今日のビデオで説明できればと思うんですが、好きなことを仕事にするっていうことと楽にするっていうことなんですけど、楽にするっていうと、怠け者 lazy っていうイメージがあるじゃないですか、ね、好きなことを仕事にするっていうのは全然怠けてることではないんですよ。それについてお話したいんですけれども、本当にですね、 LINE で本当に2000件ほどの質問をいただいてですね、本当にみんな質問ありがとうございます。でね、結構似たような仕事質問がいっぱいあったんですよ、例えばずっとお医者さんになりたくて大学院を目指したんだけど大学院落ちてしまった。で、本当にこれ自分がやりたいことなんだろう、もしかしてお医者さんになるのは僕の夢じゃないかもしれないとか、ね、あとはその大学に入ろうとしているんだけど試験が受からない、隣の人は周りの人は合格するんだけど自分だけ合格しないで不安になっている、ね、または大手企業に入ることができたんだけど本当に金儲けばっかりフォーカスしていて、お客さんに、特に銀行系の人たち、お客さんにフェアな商品を売っているっていうようには考えられない。本当に僕はこの仕事に残りたいのか、ね、で結構具体的なコーチングのような質問が来ております。でですね、今日はちょっとですね、このどうやって本当はね、その自分の心でそれが、そういう質問は分かると思うんですよ。本当に自分がやりたいことは何なのかって、じゃあどうやったら自分の心がそれを本当に分かるんだっていうことなんですけれども、ちょっとね、4つの大切なことがあるんですね。自分が本当にやりたいことを選んでいく、本当にそれをキャリアとしてやっていくっていう時に、この4つの超大切な、ステッププロセスっていうのがあるんですよ。でちょっとね、まずですね、最初は好きなことを仕事にする、でその次に得意なことを仕事にする、で自分が求めるワークスタイル、社風とか働く環境、ね、会社に行くまでの通勤時間とかワークスタイル、どういう人と働きたいのか、何人と働きたいのかっていうのを自分が本当に求めていることを理解して、で最後に自分の求めるライフスタイル、どういう場所に住みたいのか、どういう環境で、ね、どういう人たちと住んでいきたいのかっていうのを理解する、こういうのを心の中、あと頭の中で整理して理解して、そっちの方向、それを求めているっていう方向に進んでいくと、すぐではないんですけれども、本当にちょっとした時間のスパンをかけるとですね、少しずつ現実になっていくっていうことなんですよね。ちょっとこの全部を1本のビデオで説明するとすっげえ時間がかかっちゃうと思うので、とりあえずですね、この最初の好きなことを仕事にするっていうことについてお話しさせていただければと思います。まずですね、特に昭和時代、ちょっと昔の考え方なんだけど、仕事が嫌いっていうのは当たり前だったと思うんだよね。仕事好きじゃないよ、いや辛いからお金もらってんだよ、そんなの当たり前じゃんっていう考え方が結構普通だったと思うんですよ。でもですね、本当にね、仕事は好きなことを仕事にした方がいいよ。仕事っていうのはもう本当に40年ぐらい、25歳から65歳の間、ね、平日の起きてる時間の 70% 何してるって言ったら仕事をしているわけですよ。で通勤時間とかも含めたらもっと上がるっていう時もあるんですよね。だから本当に人生、大人になって社会人になって引退するまでメインで何してんのって言うと仕事なんですよね。でこの自分がやってることが好きじゃないと、それで人生幸せになれるかって言ったら、僕は本当に普通に考えるとそれは難しいと思うんだよね。だから仕事を好きなことにするっていうのは本当に大切なポイントだと思うんですよ。この間も夜あるラーメン屋さんで、ね、ラーメン食べてたら隣に、ね、サラリーマンの、40代半ばのサラリーマンと、でなんか65歳66歳7歳ぐらいの引退した先輩がいたんだよね。で2人が話してるんだよ。そのサラリーマンの人が、いや仕事つらいんですよ、仕事本当に好きじゃないって言ってて、でこの引退してる幸せそうな先輩が、お前な、仕事はな、人生で一番大きい時間をかけるもんだよ、仕事好きなもんにせんとダメだよって言ってるわけよ。でこのサラリーマンがこの先輩のことを見て、いやでもね、
僕はもう遅いんです。僕それ来世自分が好きなことを仕事に選びますって、ね、会社の仲間も同じことを言ってるんですよ。来世は好きなことを仕事にしようって。でそれを僕聞いてて本当にちょっと、悲しくなったんだよね。そんな45歳だから好きなことを仕事にできないとか、そんなそのエイジのリミットはないわけ。逆に45歳とかだったらもう本当に10年20年の社会人としての経験がある。だからもっと早く好きなことに仕事に進んでいくことができて、好きなことにたどり着いたらもっとフォーカスを当ててスキルを上げていくことができる。そういうなんか若い人にはね、社会経験がないっていうハンディキャップがついてるんだけど、45歳とか55歳になるとそういうハンディキャップがなくなってて、もっと早く仕事に進むことができるっていうすごい素晴らしい、アドバンテージもついてるんだよね。なので本当に好きなことを仕事にするっていうのは大切なことだと思うんだよ。なのでね、昔は何を仕事にするかっていう考え方が結構メインだったと思うんだよ。でも今の時代はどうやって生きていくか、仕事っていうのは人生の本当に起きてる時間の 70% 平日のするわけなんですよ、社会人の時は。でそれはどうやってあなたは人生を生きていくかっていうことなんだよね。だから仕事だけで考えるんじゃなくて、どうやって生きていきたいのか。多分多い人はなんか自分が世界のための役になることをやりたい、誰かのためになって、ね、死ぬ前にちょっとでもいいから世界を良くしたい、なんか環境問題を手伝いたいとか、動物問題とか、ね、そのお金についてとか NPO で働くとか、なんか幸福を届けたいって思ってる人がいっぱいいると思うんだよ。でね、ネイティブアメリカンの人たちには7 generations っていう言葉座があるんだよ、ね、7 generations っていうと7世の世代、ね、今私がやる人生がこの7世の世代、これから来る、ね、僕の子供、子供の子供、子供の子供ってずっと7個、その全員のための役に立つようにって思って、あるネイティブアメリカンのトライブの人たちは生きていたんだよね。 The seven generations。 だから自分だけじゃなくてこれから来る7世のためにも生きていく。本当にやっぱりみんなは心の中で誰かのためになれることがを仕事にしたいって思ってるんだよね。本当に少なくてもいい、ちょっとでもいいからそれができたら嬉しい。やっぱりそういう感じの仕事をやっていくとすごい深いやりがいを感じると思うんだよ。だからただ単に好きなことを仕事にしよう、これやってて楽しいじゃん、ワクワクするっていう考えもめっちゃ大切なんだけど、それプラスやっぱり本当に好きになれること、誰かのためにやっていること、ね、本当に好き、なんていうのかな、スティーブ・ジョブズがスタンファードのスピーチで言ってた、その Doing something great for your work、ね、Doing something you love、 愛せる仕事、グレートな仕事、ね、自分のためだけじゃなくて自分より大きくなっていく、なんか世の中のためになれるような仕事をやっていく、それが本当に自分が好きになれる仕事だと思うんだよね。その深い意味の好きっていう意味でさ。でね、こういう話を聞いてると、いやそんなの無理だよクリスとか、今は無理だよって思うかもしれないんだけど、それはね全然心配しないで、もし今が本当に無理だって思ったら、とりあえず頭の中に入れといて、ちょっと後でどうやってそれがもうちょっと実現するのかっていうのを話したいんだけど、でもね、千里の旅っていうのは一歩から始まるわけよ。だからあなたの夢がね大きい、でも最初の一歩はどんなにちっちゃいかもしれないんだけど、それでちょっとずつ進んでいく、それもすっごい大切なことだと僕は思うんだよね。じゃあどうやって好きなことを仕事にするの、その好きなことと仕事ってどうやってつなげていくのって思う人がいっぱいいると思うんだよね。でまずはですね、この好きなことを見つけることから始めるんですよ。自分が好きなことって何かって知ってる人いる、ね、多分こうやって質問されると、え、好きなことで仕事につながることでしょ、それ分かんないよって思うと思うんだよね。でもね、ここの最初のポイントは、好きなことと仕事を、ね、好きなことがあって仕事があったらそれを関係させないことが最初のキーポイントなんで、好きなことを見つけてそれがどんな仕事になるんだろうっていきなり考えちゃうと、どうしても負担がかかっちゃって失敗する。あと好きなことをちょっと見つかってもいきなりそれでお金の負担、これで僕の人生を支えていくんだみたいなお金の負担をかけると、それも失敗していくケースが僕はよく見ていて多いです。なのでですね、まずは極端な話、あなたがただ単に好きなことって何、ね、昔から好きだったこと、
今ハマってること、これやってると楽しいなって、ね、いきなりいやこれで本当に人生のためになることがこれなんだって、そういうなんていうのかな、プレッシャーはかけなくていいから。でももしそう感じてたら、それがあったらすごいいいと思うけど、もしそれがなくても全然心配しなくていいんだよ。後からつながっていくから。だからとりあえず例えばプラモデル作るのが好きとかね、その動画の編集が好きとか、綺麗な景色を撮るのが好きとか、料理が好きとか、何でもいいんだよ。自分がやってて楽しいって感じれること、好きだっていうこと、それをまず知らないといけない、見つけ出さないといけないんだよ。本当にそれは知っとかないと、それが仕事につながっていかないんだよね。で本当にその好きなことで、今度またの動画で話すけど、得意なことっていうのは、If you wanna be an entrepreneur、 本当に自分の好きなことで、ね、それをキャリアにしていきたいんだったら、自分が大好きなことと自分が得意なことは知っていかないと。でそこに時間とかをかけて突っ込んでいく、スキルアップの練習とかね、それは知っとかないとダメだよ。本当に大切なことなんだよ。でまずその自分の好きなことを見つけるわけよ。でいきなりそのちっちゃいのが見つかったら、例えば、ね、コーヒーを作ること、それでも十分なんだよ。本当に俺さ、コーヒーの豆のこだわりがあって、2週間以内のやつをローストして、でこういうローストして、いやコールドブリューが今やばいのよ。でやっぱね、俺ね、温度はね、俺ね 78.3 が気に入ってんだよね。それでまあ、あのプレスするときに73秒ぐらいかけると結構やばい味ができるんだみたいな、そう、わお前めっちゃそれ好きやんみたいな、そういうこと、そういうのが見つかったら、いきなりそれに、おし、じゃあ俺これで仕事するわってかけないで、まず最初の3ヶ月はそれをある程度上手くなるんだよ。ある程度専門家まではいかなくてもいいんだけど、結構うまくなるんだよね。でコーヒーだったら今僕が言ってたみたいに結構うまくならないといけないんだよ。はい。ふう、オッケー。で、あんまり深く考えないで、まあ、どういうことかっていうと、種をね、種を畑に入れるじゃん。でちょっと水かけて、ちょっとした芽が出てくるじゃん。そしたらまずその芽は大切に育ててあげるんだよ。ね。いきなり芽が出てきて、例えばキュウリの種入れて、芽が出てきて、あ、キュウリの種が出た、俺キュウリどこだよ、出てこねえじゃんみたいな、そういきなり仕事になんねえよ、いきなりお金入ってこねえよみたいな、そういうのはしないでしょ。ファーマーはしっかり育てていくじゃん。で最初はこの根っこを育てるっていうのが大切なんだよ。なのでまず最初の3ヶ月ぐらいは、その自分が好きなことを見つけたら、もっと経験を得て、とりあえず中に入ってハマって上手くなってくれよ。で3ヶ月ぐらい経ったら、今度ある程度のことを知ってるようになるわけよ。でね、この3ヶ月経った次のポイントは、誰が今それやって暮らしているんだろう、ね、誰がそれをやってお金を得ているんだろう、誰がそれをやって成功しているんだろう。でこういう人を3人から5人ぐらい引き出して会いに行くんだよ。実際に話しに行くの。で今僕はこういうことをやって生きていきたいんですけどね、なんかやったらいいこと、すぐやるべきこと、トップ5を教えてください、やっちゃダメなことトップ5を教えてくださいって言って、実際に話しに行くので、これは覚悟が必要なんだよ。自分の家でコンピューターのパソコンの前でずっと待ってたら、人生っていうのは変わらないんだよね。ディズニーランドで楽しいことを経験したいと思ったら、実際にディズニーランドに行かないといけないんだよ。だそういう意味で、実際にその自分の種がね育ってきたら、実際にそれで育ってる木を見つけて見に行かないといけないんだよ。でそれが実際にやっている人に会いに行く。まあこれはね、本当にあのビジネス的な面で言うと、専門的にどういうビジネスをしているんだろう、どういう商品を出してて、どういうマーケティングをやっていて、どういうような営業のスタイルをやっているんだ、でどうやってプロダクト商品を届けていて、で会計システムはどのように回していくんだろう、家賃はどのぐらいで、ね、スタッフは何人いて、なんでそういうスタッフが必要なんだろうっていう、こういうふうに見ていかないといけないんだけど、ビジネスセンスではね。でもとりあえずそれがをやっている人に会いに行くんだよ。でね、中には本を書いてる人もいっぱいいるんだよ、ね、で講演会セミナーとかをやってる人もいるんだよね。で実際に本とか読んで会いに行って、でここでね、一つね、すごい効く技っていうのを紹介させてください。それはね、今の仕事をキープしながら、今の仕事は一生懸命働いて頑張って、で
その人に会ったらインターンさせてくださいっていうので、インターンっていうのは、インターンっていうのは、まあ、海外で大学生とかが仕事をする前に、まあ、かなり普通にみんながやってることなんだけど、アメリカとかカナダだったらね。でどういうことかというと、無料で働かさせてくださいっていうので、中には交通費を払ってくれるケースもあるし、交通費を払ってくれないケースもあるんですよ。でも無料で働かさせてくださいっていうので、そうすると実際にその会社の中、自分が好きなことをやって生きている人たち、その人たちのビジネスとかを勉強して、実際に経験を得ることができるんだよね。で、必要なスキル、そのビジネスで必要なスキルをもっと上手くなっていく、スキルをアップすることができるんだよ。で、そうすると今度自分が転職するとき、仕事を探すときに、私はね、この業界で働くためにこのようなトレーニングを受けて、 XX〇〇 会社で何ヶ月インターンしてこのようなレベルを持っていますっていうのを会社に面接とかで届けるわけよ。で、そうするとその会社は、あ、この人はこの業界の経験があるから、なんか新入社員とか、なんか全然経験がない人よりこの人の方がいいじゃん、で本当に好きなんだって。で、実際に面接に行くと分かるわけよ。この会社で働かせてください。俺コーヒーめっちゃ好きなんです。78.5 がたまらない。で、あなたの会社のあのなんとかなんとかフィルター、これやばいっすよーみたいなこと言ったら、ね、社長とかだったら、俺こいつ雇う。最高、最高。こいつ俺のチームに入れるわ。みたいに実際になるわけなのよ。だから本当に好きなことを仕事にするっていうのは、まあ、当たり前のようにすごいビジネス的にも、利益を出してくれるし、メリットにもなるんですよ。でね、このインターンの件なんだけど、僕はインターンをすっごいおすすめしているんですよ。実際に僕の、まあ、知り合いでもう大成功した人が一人いるんだよね。で、この子は体育大学、まあね、体操とか体育系、体育大学を出たんだよね。結構いい大学を。でもやっぱり社会人になるちょっと前に、ね、社会人になり始めて、いや、ウェブデザイナーになりたいと思ったわけよ。面接官とかに会いに行ったわけよ、ね、そしたら、いや、あなた体育系だからデザイナー系の仕事なんて無理ですよ、そもそも資格とか持ってるんですか。いや、ソフトとかは使えませんけど頑張ります、で資格は今持ってないんですけど、とか、ね、いや、あなた無理よ、無理無理無理、ね、人生そんな甘くないよ、ね、あなたしっかり体育系の仕事とかに、ジムとかスポーツ系とかに入りなって言われたんだよ。で、何回も面接官に断れて、いやーってちょっと落ち込んでたわけよ。で、いや、でも絶対僕はデザイナーになりたい、本当に好きなことを仕事にしたいんだってなって、ある、ね、会社のところに、ね、ウェブデザインをやってる会社のところに訪ねに行って、インターンさせてくださいって言ったわけよ。そしたらその社長が、お前変わってるやつだな、 Adobe Photoshop とか使えるとか言って、いや、使えませんけど、まあ、YouTube で1日2時間勉強して絶対できるようになりますって、分かった、ちょっと入っていいよって、週2時間ぐらい、1日ぐらい入っていいよとか。で、もう本当に入ってきたら、ね、掃除機かけるわ、みんな笑顔でいるわ、人を手伝ったりとか、で自分の時間で学んだりとか。で、その時彼はコンビニで働いてた。で、そうやってなんか自分の、なんていうのかな、人柄もね、で本当に好きなんですっていう親切に言って、でだん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 、じゃあ週2回とか、ね、1日が週2回とかになってきて、で時間も増えてきて、でスキルアップしたわけ。で、そして今度その会社が成長した時に、誰かを雇わないといけないっていう時になったわけ。で、彼はもう何ヶ月インターンしてた、この会社誰雇ったと思う。そうなのよ、この子を雇ったんだよ。で、雇われて3年ぐらい、本当にね、一生懸命働いたんだよ。で、今何してると思う。独立して自分の好きな地域に引っ越しして住んでるの。だからこれは本当にね、普通に面接官の話聞いてたら無理だと思うんだよ。でもね、この自分が本当に好きなことでインターンしていってやっていくっていうやり方もありだと思うんだよね。そうで、ちょっとね、余計な話かもしれないんだけど、まあ、僕セミナーとかやってて、僕面接官会ったことないからあまり言えないんだけど、僕の周り、僕の生徒さんとかセミナーに来てくれる人の話聞いてると、この新卒以外の人たちの面接官の態度があまりにもひどすぎるっていう噂を聞いてるんだよね。例えばね、新卒だったんだけど
ちょっと、まあ、仕事やって外れて別の仕事に転職したいってなったら、面接官がいや新卒じゃないと無理なんですよねとか、そういうひどいことを言うっていう話を聞いてるんだよね。まあ、全ての面接官かもわからないんだけど、でもしねそういう場合になったら、ぜひこのビデオを見て実際にやってみて、で好きなことをやって、でインターンして直接働きたい会社に話しに行ってください。面接官は通さないで。面接官はあなたがもうすでに決まってる業界の企業と契約を結んだら、その人はその会社から何パーセントもらえるんだよね。わかるかい？だからあなたがこの会社と結ぶことが難しいなって思ったら、費用は入ってこないから仕事にならないんですよ。わかるかい？だから面接官を信頼するんじゃなくて、面接官のビジネスモデルは何なんだ、どの境界と業界とどの会社と意図を結んでいてね、でどうやって売り上げたけてんの、あなたが例えばウェブデザイナーの経験がないんだけどウェブデザイナーになりたいって言って、でウェブデザイナーの仕事があるんだけど、そこにあなたを提案したら結ばれない可能性があるでしょ。そしたら時間の無駄じゃん。こういうの書いて送って、人とメールとかやって、時間の無駄じゃん。それだったらあなたが体育大学行ってたら、体育系のスポーツジムのマネージャーとかとつなげた方が早いじゃんな。だから面接官を見抜こうぜ。ちょっとさ頑張っていこうよ。そこマジ話が飛んだんで戻します。 OK でね、さっき言ってた、じゃあどうやって本当に自分が好きなことワクワクして大好きで、でも誰かのためになっていく、ちょっとでもいいから世の中のためになっていくんだ、本当に好きになれる愛せるような仕事を見つかっていくかっていうことなんだけど、まず自分の好きなことがね、種を入れてちょっと芽が生えてきて大きくなってくるじゃん、ね、でそしたら今度ちょっと実とかが出てくるわけよ。でこれが出てきたらこう考えるのよ。どうやったら自分がこの育ててる木で誰かのためになることができるんだろう、こういうのを考えるんだよ。例えば広告業界にいてね、10年ほど大手広告業界のデザインとかコピーとかできるようになったら、ね、じゃあそろそろ、ね、自分が独立してなんか誰かのためになっている会社の広告 を手伝うとか、ね、普通だったらちっちゃい会社だから大手広告会社の相談とかを受けることができないかもしれないんだけど、自分が独立するとか自分が他のグループに行くところで、このウィンウィンウィン三方よし四方よしをやっている会社の手伝いができるんだよね。あとあ NPO とかの広告とか、ね、そういうコピーとかブランディングを手伝ってあげたりとか、ね、そういう感じで自分が持っているスキルでどうやったら誰かのためになるんだろうっていうのを後からでもいいから考えていくと、そっちの方向にただ単にね、なんか給料も良くて、ね、社風も良くて、まあまあ、楽な会社で自分の好きなことがやってんだけど、やっぱな誰のためにこれやってんのって思い始めたら、ちょっと自分が今持っているスキルでもうちょっと誰かの役に立てる場所で働いてみないかって、そういう感じで考えるといいと思います。 Alright、 でね、ちょっとね最後にですね、この好きなことを仕事にすると楽してるだけじゃないっていう、まあ、不安が結構皆さんの心の中にあると思うんだよね。やっぱり好きなことを仕事にしてると、やっぱり年上のサラリーマンとかそういう先輩の人とかから、お前そんなのダメだよ、人生っていうのは辛いんだよ、もっと頑張れって言われると思うんだよね。でもね、実はね、2つのポイントがあるんですよ。一つは、好きなことを仕事にしているっていうのは怠けてることとは違うんですよ。好きなことを仕事にしていると働くことが楽になるんですよ。でもっと楽に一生懸命頑張って、もう仕事もスイ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 伸びていって、失敗もあんまり恐れず、いい経験とか、ね、失敗についても感謝できるようになって人生進んでいく、で本当に誰かのためになれるようなこともやっていけるんだよね。でやっぱり楽しいっていうのは楽っていうのもあるんですよ。でさ、みんな退屈になった経験ってある？レイジー怠けた経験。怠けるって結構さ楽じゃないよね。結構辛くない？怠けてるって。なんか僕もね、
なんか今年の前半の時に結構ねプレイステーション4にハマっちゃって、あのこれここだけの話なんだけど、あの2日ぐらいさずっとゲームやってたんだよ週末で。夜はドミノピザ頼んで、でネットフリックスも見まくって、で結構、まあ、1日目とかリラックスできたんだけど、2日目、実はねこれね3日目もやっちゃったんだけど、このねやっぱね2日目とかになると結構心の不安が来るんだよね。退屈でレイジー怠けてると。で3日目はもうさ頭も回転しないし、まあ、ドーってなって、で今度仕事に戻るときに、あーよかった仕事に戻れて、やっとさ普通に戻れるぜみたいになったわけよ。だからこのレイジー怠けるっていうのは、短期的に怠けるのは超面白くて楽しくていいと思うんだよね。逆にあの月に何回は怠ける時間を何時間とか半日怠けるとか入れた方がいいと思うんだけど、この好きなことを仕事にするっていうのはずっと怠けてるとは全然違うんですよ。で楽に働くっていうのがすごい大切なポイントなんだよね。好きなことを仕事にすると仕事が楽しくなる。楽しいっていうのは漢字にすると楽じゃん。でね、楽に働くと本当に逆に仕事を楽にした方がもっと一生懸命働けるし、努力も自然に上がってくるんだよね。でモチベーションも自然に上がって、上がりついててずっとキープしながらもっと上がっていくんだよ、楽になると。でね、本当にビジネスの面で考えると売り上げにもつながってくるんだよ。でどういうことかっていうと、ちょっと説明させてください。この楽をビジネス化にするとものすごいビジネスの面で売り上げに具体的につながってきます。そしてあの自分、そしてチーム、社員の皆さんの働き方にも大きく違いが出てきて、もう幸せ度が全然変わってくると思います。でどういうことかというと、一つ具体的に測れるのは、楽しい楽だっていうことはビジネス的に測れるんだよね。まあ、さっきもちょっと話したんだけど、ビジネスっていうのは、まあ、MBA とか受けている人たちとかビジネスを専門的に学ぶと、ね、マイ MBA とかの本でも紹介されてるんだけど、最低5つのポイントが全てのビジネスにはあるんですよ。一つは商品、ね、サービス開発で、次がマーケティング、その商品を誰かに伝える。で今度営業、それを知ってもらった人にその商品を販売して買ってもらう。で今度その商品かまたはサービスを届けるっていうデリバリーの面で、最後に、まあ、人を雇うっていうのもちょっと入るんだけど、まあ、会計だよね。この入ってきたお金が使ったコストよりもっと残ってないと赤字になって、それはビジネスじゃない、潰れちゃうんだよね。でそういう、まあ、お金の面とかもあるんですけれども、このじゃあ楽にするとどうやってこの5つのことが違ってくるのっていう、ね、まずはね、このサービス楽にすると、ビジネスを楽にしていくと、まあ、システムが変わってくるんだよ。どうやって楽にするかっていうとシステムなのよ。で例えばサービス、ね、商品開発、このシステムがいいことっていうのが楽なんだよね。例えば、ね、チームか専門の人が、ね、あなたの会社にいて、でクライアントから常にフィードバックをもらっていて、ね、商品を常に改善されているようなプロセスはもう入っている。で本当にアンケートとかフォームが、ね、クライアントに行ってて自動的にそういうフィードバックが入ってくるようにシステムに成り立ってる。またはなんかいきなり社長とか上司がおい、ね、競合相手がこういうのやったから俺たちもこういうのやらんといけない、頑張って商品開発するぞわーって言って、なんかスタッフ全員がはい分かりましたって言って、なんかわけわかんなく商品とか開発もっと良くしようとしている急に。それかもうそれはオートマチックなシステムになっている。で次マーケティングだよね。でマーケティングは本当に自分の業界と合っているマーケティングで、ね、そのあなたが求めている商品サービスを買いたいっていうお客さんに自分のメッセージはシステム的に、ね、メッセージは届いている。リスティングやっている。で LP は誰が作ってるの、自分で作ってる。それから LP の専門業界に作ってる。競合相手の LP は誰が作ってるの、自分のね、その業界の LP のコンバージョンレートは何パーセント、 LPSP にお客さんの感想の動画とか入っている。それがただ単に広告出してるんだけど自分のホームページとかに飛ばしてる、ね、そういうのを、まあ、システム的にうまくなっている。でどういうことかというと、自分のビジネスだったら、ね、常にふわってマーケットが大きくなれるようなことは準備しておかないといけないわけよ。でそういう面もこのプロセスのところに入っていますか。
ただにぼーっとしてマーケティングやってる。今度営業なんだけど、ね、営業っていうのは、ね、営業のシステム、営業のやり方が常に上達していくようなシステム化にはなっている、ね、それとそのまあお客さんのフィードバックをもらってとか、ね、それはもう月1回とか月2回とか営業ミーティングとかやってて、営業マンとかね。であとその新入社員とか若い人とか新しい人が入ったら、もうそのトレーニングは結構いいマニュアルになっている。ビデオトレーニングとか使っている、社員が何人とかいたら、ね、そういう面もシステム化にして楽にいっていかないと思うんだよね。であとやっぱりその商品を届ける時のワークフローだよね。サービスを届ける時のワークフローっていうのは無駄がある。なんかスタッフがやってて、これなんか2回同じ作業やってんだけどとか思ってる人いる？そういうのがあったら、それが上に行ってみんなでそういう無駄な作業を改善されるようなシステムを作っていかないとダメなんだよ。それが楽にするっていうことなんだよ。本当に僕は昔の会社とか入ってるとよく見てると、だから無駄な作業何回もしてて、これもっと良くすればいいのにって社員と話すと、そうなんですよね、本当にそれやってくれればいいんですけどとか、なんかそういう感じが多いんだよね。で本当に例えばプロセス、まあ会計とかもそのプロセスも入ってくるんだけど、ね、じゃあその営業の人がやらなくていい作業をやっているとか、ね、営業の人の作業を減らして、でなんかオンラインのシステムとか使うとか、クラウドシステム使うとか、セールスフォースを入れるとか、常にその業界で自分の会社に合うような最新のシステムを常に見張ってて、でそのコストはどのぐらいかかるのか、その時間はどのぐらいかかるのか、でそのようななんかメンタラチーというか、前に進んでいくっていうのを考えていく、それが自分のビジネスを楽にすることだと思うんだよね。だからもうどうしようもなく夜の10時までだら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 、10時11時までなんかわけわかんねえ今日本日の報告みたいなメールで書いてて、めっちゃ疲れてて、なんか会社では俺この作業やって、次この作業やって、なんか無駄な作業を何回も見てて、ね、そういう働き方っていうのは楽じゃなくて楽しくないんだよね。で本当に僕は日本を見ていると、ね、本当にそのみんな一生懸命辛い環境で嫌いな環境を頑張っている人がめちゃくちゃ多いんだよね。で僕のメッセージは、ね、油断せず自分のビジネスを楽にしていってください、ね、だからこれを好きなことを仕事にすると楽してるだけじゃねえかって、全然違うんですよ。もっと深いんですよ。でこういうこと、この5つのビジネス部分とか自分で勉強していかないとダメなんだよ、ね、そういうところに自分を時間を投資するの。だからね、もう6時に仕事を終わらさせるんだったら6時に仕事を終わされて、でこういうところに勉強したりとか、まあそれはね分かんないんだけど、まあ、僕がどういうことかって言いたいのは、例えば楽にするっていうんだったら、これはちょっとあの3本目のビデオ、ワークフローのビデオでもっと話すんだけど、ワークスタイルだよね。どういう人たちと働きたいのかって、例えばチーム全員がこのような OK 賢くスマートにもっと楽になれるような感じで働いていこうよ。でどういうふうにやればいいんだろう、どういうマネージメントスタイルがあるんだろう。ウォーターフォールマネージメントスタイルもあるし、ね、スクラムっていうマネージメントスタイルがあるよね。 Google とか Facebook が使っている。じゃあどういうのが、ね、うちには似ている合っているんだろうとか、そういうのを調べて、スタッフ全員がなんか自分たちの役に立つような感じでミーティングとかして、実際にワークフローを変えていく。そしてみんながもっと早く仕事を終わらせて帰れるようにする。6時とか5時とか6時に終わらせるようにして、スタッフの時間を大切にして、家で帰ってで家族と時間を過ぎて過ごして、そしたらもっとやる気になって仕事にも入るじゃん、ね、でそういう感じの働き方っていうのをもっとなんかやっぱりその好きなことを仕事にしていくっていう時に、楽しく働いていくっていう時に、それを考えてやっていくっていうのがめちゃくちゃ大切なことだと思うんですよね。で、これは油断しないで攻めていく感じで勉強とかをやって、でコミュニケーションとか上司部下社長とか話せるようになって、自分の会社でもこういう話を持っていけるようにしていくとベストだと思うんです。急にこの会社はダメだからもう転職しか俺には、ね、メリットがないっていうんじゃなくて、
とりあえずやってみようよっていう話が結構大切だと思うんだよね。Alright、 なのでですね、本当にですね、この最初のメッセージ、次のビデオは自分が得意なことを仕事にするとめっちゃくちゃ上手くなるスピードが超速くなるよ。好きなことで得意なことを、これをクロスミックスして、それを1日5時間7時間とか3年とかやってたら、もうとんでもないすっげえ速いスピードで上手くなって、競合相手とか転職する時とかも自分のスキルがとんがってるようになるんで、本当に転職とか給料上げたりとか、そういう交渉とかもビジネス的な面でも楽になるっていうことをですね、次回のビデオで説明するんですけども、今回のビデオは好きなことを仕事にするっていう、この大切なことなんだよね。でまずは好きなことが分からなかったら、もう仕事に関係なくていいから、どういうことが好きなのかっていうのを探し出していこう。でそしてそれをある程度上手くなっていこう。もう本当に3ヶ月の間はそれを仕事にするっていう感じじゃなくて、ちっちゃい種入れて3ヶ月ちょっと大きくなってくるから。で3ヶ月やってると、誰がやっててそれで生活してるんだ、自分が同じことをやってて生活している人って世の中にいっぱいいるわけよ。ね、で本当に今 Google 先生で Google 通訳とか無料で使えるから、海外とかもできるわけよね。ね、海外で見るとか、海外のウェブサイト、海外の人とか。で、海外の人の本を買って、ね、日本語で読むっていうのもありなんだけど、Alright。だから、まず、その3ヶ月は自分がやりたいことをやりまくって、ある程度上手くなる。で、今度、それをやっている人たちを3人か5人は見つけて、直接メール打って、電話して、会いに行く。本を読む。ね。ウェブサイトを見る。で、さっき僕が話していたようなビジネスの5つの点。どういう商品を出しているんだろう、ね、どういうマーケティングをやっているんだろう、口コミやってんの、 Google やってんの、 Facebook やってんの、テレビ CM やってんので、どういう値段で販売してんの、ね、で、そのどうやってその商品届けてんの、ね、Amazon で届けてんのとか、ネットで届けてんのとか、普通のどういう、ね、お店で届けてんのとか、どういう形にして届けてんので、じゃあ次はその、ね、その人はどのような売り上げを出してて、コストはどのぐらいで、家賃はどのぐらい払ってるんだろうか、そういう面でビジネスを見抜いていくわけよ。ですっごい簡単なんですよ。めちゃくちゃ簡単なんですよ。あのね、どのぐらい簡単かっていうと、東大に入るのがこのぐらい難しかったら、ビジネスの見抜くっていうのはこのぐらいのレベルなんだよ。本当に楽なんだよ。で、楽しいんだよ。で、好きになれるんだよ。で、ビジネスでどこが一番難しいのかって知ってる？俺の経験上、個人のクリスの感想なんだけど、ビジネスでどこが難しいと思う？大好きなことで、得意なことで、ね、どのような商品、どのようなサービスが僕のお客さんは求めているんだろう。で、そういうお客さんがどこにいるっていうのも分かってて、どのぐらいのお金をその人たちがそれについて払えるっていうのも知ってて、で、マーケティングプランもどのぐらいコストするのかって分かってて、で、作業の量も決まってて、でシステムになっていて、プロセスも明確になっていて、本当にマクドナルドに来たら、ね、学生でも大学の博士でも同じバーガー作れるようなマニュアルもあると、自分のビジネス でこれをやるって、で楽しくてワクワクする、これをビジネスでやっていくって時に、仕事でやっていく時にどこが一番難しいと思う？心の中からの不安なんですよ。メンタルなんですよ。あ、僕には無理かも、いやそんなのできないよ、周りの人からの一声、いやそんなの無理だよ、何やってんのあいつ、そこがね一番難しいと思うんだよね。だからそれはちょっとメンタルトレーニングっていうか、メンタルの話、ね、だそういう本当にね、マスターマインドっていうか、実際にこれをやっていくんだったら、やっている人たちの仲間にやって、仲間になってお互い、応援していけるようにする。ごめんね、最後一言ね、昨日あの僕のメンター本田健さんっていう方が僕のメンターなんだけど、彼のビデオを見ていて、彼はね、やっぱり起業するとき、ビジネスを開くときに一番難しいのが、人からのネガティブなコメントなんだよね。本当に妻、家内とか、ね、妻、旦那、ね、親とか友達とかベストフレンドとか、ね、仕事の職場の仲間とかが、あ、こういうのやりたいのとか、本書きたいのとか言うと、
え、そんなの無理だよって言うんだよね。でこれは本田健さんが言ってたのは、それはもうゾンビになってるって、もう本当に噛まれたら、その一口で噛まれたら自分もネガティブになっちゃって、そういうネガティブが広がってて、今度職場に行ってなんかポジティブなやつがいたらカーッと噛むとか、職場でなんかゾンビ攻撃するとか、結構面白いなと思いました。 Alright、 すっげー話が長くなっちゃったね。でもすげー楽しかった。でこれを見てくれて本当にありがとう。でね、本当にね、次のビデオは得意なことをこの好きなこととクロスミックスして、で今度次はね、どういう環境で働きたいんだ、どういう人たちと働きたいんだっていうことも理解してね、で好きで得意なことをやっててもブラック企業だったらやべえじゃん、でどういう環境がいいのか、で今度自分のライフスタイルだよね、どういう感じで自分は人生を生きていきたいんだ、プライベートのこととか、でこれをクロスミックスしてキャーってやっていくと、ね、自分が本当に求めていることを理解して、なんか自然にそっちに行動していくようになるっていう感じなんですよ。Alright, thank you so much for checking out the video. 本当にありがとう。I love you guys. And thank you so much for いつもコメント、LINE の質問、本当にありがとう。Alright, これからもどうぞよろしくお願いします。Thank you guys. I love you guys.